はいどうも、ヌーでございます。エグソスヒーローズやっていきたいと思います。はい、すいません。先ほどね、リセマラ動画流したんですけど、このアナスタシアが見事僕の狙いでねあったんですけれども、当たることができました。ありがとうございます。で、まあメインのメンバーを見ていただきたいんですけども、レッドスカルの飛行艇、絶対に見つけようのお宝はどこだ。英雄管理チームかな。こうやって見ていくとスキルが分かるんですけど、回復できるのが最初この3人しかいないんですけど、誰もいないんですよ。なのでリセマラランキングっていう概念があると思うんですけど、やっぱりねヒーラーを引くのが正解だと僕は思います。なので、一番の正解はアナスタシアかなと自分の中では思っております。で、他にもう一人ね、もう一人っていうか他にも星5で、ヒーラーいるんですけど、タリアかな。よいしょ、タリアですね。ただこちらが PVP では弱いというところで、回復力の高い、アナスタシアを、まあ、選ばせていただいたというところでございます。やっぱりちょっとあれだな、グリーンバックもただの布だと光が今日天気いいんですよ、めちゃめちゃ。そうなるとちょっと窓側の方はちょっとうまくいけないですね。はい、なので僕はアナスタシアをおすすめいたします。で、あとはもうどんどん解放されるまで進めていくのみって感じなんですけども、なんかちょっとほんわかしますよね。私とお話ししたいですね。戦闘はなんかすごいリアルで、なんていうのかな、臨場感がある。だけどマップはすごいなんていうのかな、ゼルダの伝説を彷彿させるような、そういう優しさを持った絵が流れているという。でその中にこのヌルヌル動く演出最高です。ちなみにこれ iPad mini 3でやってます。iPad mini 3っていうと、まあ、3年ぐらい前の端末だと思うんですけど、それでも動くってことは iPhone 7や8でも動くと思います。お、アカウントレベルアップ、ありがとうございます。ね、おそらくだけどリセマラ一回しちゃえばしばらくはガチャ引く必要ないはずなんですよ。だからこそのリセマラだと思うんで、なのでまあリセマラ自分の強くしたい部分っていうのを見つけきったら、そのままガンガンストーリー進めていきましょう。僕は今それでガンガンストーリー進めていこうと思ってます。なんかシステム的にあるのがサーバーで勝手に周回を走らせるシステムがあるらしいんで、うまくそういうのを使っていけば必要な経験値だったりとかアイテムだったりとかを集めることができると思います。起きちゃう。うん、しばらくガチャ引かなくてもいいんじゃないかな。
いや、結構ね、リセマラしたキャラがでかいっていうのと、あとは、ストーリー進めるのも、ここをタップしてくる、NMO っぽい感じの、進め方で進むんで、結構楽かなーっていう。とりあえずこんな感じで、さあ、行くぞ。こんな感じで、ストーリーのケツまで、今出てるケツまで、まあ、進んでいこうと思います。はい、皆さんね、あまり迷わず、自分がやりたいパーティーを作ってください。基本的に、物理アタッカーばっかりなんで、まあ、どのキャラを、選ぶかは、まあ、もう、皆さん次第。で、そのために、攻略サイトを見るのは重要だと思いますんで、ぜひとも、こちらの方をご覧ください。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。